長谷川豊の本気論本音論チャンネルこんにちは長谷川豊ですいつも本気論チャンネルご覧いただきまして本当にありがとうございますさて今日のテーマなんですけどこちら民主党政権は悪夢だったのかっていうことでね <laughs> 安倍さんも言いますねいやあのー 他の人間はねよく言うんですけど自民党の公認候補たちをあの、まあ、クローズドではないんですけれどもある程度自民党の身内でやってるパーティーがありましてその自民党のパーティーの中であの悪夢のような民主党政権の時代に戻してはいけないんだ。 っていう,ふうにね、えー、言ったことに対して、えー、岡田さんとか、ね、エダノンとかがです、ね、ピーチクパーチクとまあ噛みついてきたという、まあ、そういう話なんですけれどもね、えー、皆さんは、ね、どのようにお感じになっているでしょうね2009年から3年半にわたって、えー、続きましたあの民主党政権なんですけれども、えー、私、長谷川悪夢だと思ってますよはい。いやいやや割と レベル高いい方方のの悪悪悪夢夢でですすよよ寝起きめっちゃ悪い方の悪夢ですよ僕は特にね特にあのー、僕はですね2000年から2010年の9月まで朝の情報番組「徳ダネ」という番組でですね「徳ダネ」っていう番組は小倉智明さんのオープニングトークっていう長すぎる一人しゃべりがあってでその小倉さんのオープニングトークの後 ファーストニュース、セカンドニュースとあって、その後、笠井慎介アナウンサーのその他のニュース、特ダネタイムズっていうのになるんですけど、そのファーストニュースとセカンドニュースを10年以上にわたって僕と大村正樹リポーターでほとんども回してきたわけですね。だからまあ、大きなニュースっていうのはずっと伝えてきたんですけど、その中で僕は政治ニュースを全て一手に引き受けていたので、記者バジを僕,がし僕しか持ってなかったので。なので、民主党政権が誕生する2009年までの流れっていうのは、ほぼ朝のあの特ダネっていう 視聴率ダントツ1位の番組。僕がやってる時視聴率13%から15%ありましたから、8時代は。その視聴率13%、15%っていうゾーンで僕毎日ニュース伝えてきたわけですね。だから少なからず僕は2009年の民主党政権誕生に関して責任があります。いやもう少なからずというかそこそこの責任があります、僕は。だって僕が何度も言ってきたわけですから。 子供手当が出るんです月2万6 0 0円出るんです当然のことながら高速道路は無償化されるんですガソリン税下がるんです豪華の個別保証があるんですその工程表はこちらなんです素晴らしい皆さん覚えてるでしょやってきましたもん僕がニュースで日本全国の皆さんに対して毎月子供手当が出るんですって言い続けましたもん僕がニュースだからしょうがなくやってるんですよしょうがなくやってるんですけど あんな嘘つき集団いないっすけどね。いつでんだよっていう。どこ行ったんだよ、あの子供とやってって話ですよ。政権取った瞬間に全部ちゃぶ台返しですよ。別に、末端の法案まで全部やれって言ってるつもりはないですよ。ただですよ。今、日本維新の会が大阪都構想やりましぇんって言ってるのと一緒じゃないですか。一丁目一番地を全部保護にしたんですよ。 約束破りじゃないですか悪夢ですすか悪夢よ僕,僕がなんかすげえ嘘ついてたみたいになってますもんなんかそれはねやっぱりちょっと違うんじゃないかなってあと、まあ、あの全て国民との、ね、約束をもう気持ちいいぐらいしかも重要項目を保護にしてくれたっていう大嘘つき集団であるっていうのは紛れもない事実なんですけれどもそれ自体で悪夢ですよ悪夢ですが僕が一番これは悪い夢だ っていうふうになったのがこれです皆さん覚えてらっしゃるでしょうか菅直人政権の時でした2011年3月11日東日本大震災が起きました菅直人さんが非常に険しい顔ですねはい、非常に険しい顔で被災地を見るんですけれども皆さんこの前って覚えてます覚えてますこの前何があったのかって。そうですこ,うこの被災地を回る菅直人さんその前に この映像を覚えてらっしゃるでしょうかはいヘリに乗って菅直人首相を視察死者不明者あの段階で1400人超というふうになっていた画面ですこれはね言ってる意味わかりますこれ僕ね、本本当当にににゲロ吐きそうになりました 選挙ま、あと5ヶ月で出たいよっていうふうに公認候補を発表している人間が YouTube の番組でゲロ吐きそうになるってなかなか言わないですよ、このことは。でも、正確に言います。マジでゲロ吐きそうになりました。これね、何を言ってるかっていうと、菅直人さんはヘリで上空を視察したという話になっているんですね。ええ、そうですよ。視察したんでしょうね。ヘリに乗って見たんでしょう。しかし、この画面。 これ誰が撮っ,てんですか、ね、っていうところに気付いてほしいんですよ。この画面誰が撮って。るんですかねって。2011年3月11日あれほどの被災者が出て日本の近,近代史の中では最大級の悲劇でした。その時に菅直人が一番最初にしたことというのは自分が険しいかっこいい顔しながら。 ヘリで上空から見てる俺をこっからカメラマンに撮らしたんです。その絵をメディアに配信したカメラマン乗してる席あったら被災者運べや。僕はそう思いましたよ。何絵作っちゃってんの僕たちテレビの世界ではこれを絵作りと言います。降りた後でこうやって歩いてる姿を僕らメディアが撮んのはいいと思いますよ。 それは別に構わないんですよ。ヘリコプターってものすごい重要な移動手段な気しませんそのヘリコプター、これ多分僕らのフジテレビとかがよく取材に行ってるヘリコプターと同じタイプのヘリだと思うんですけど、多分4人乗りか5人乗りのやつなんですよ。そのうちの1つ使って、まあ、なんでカメラマンのしちゃってんので、何政府内閣広報室が映像配信しちゃってんのって話なんですよ。それは違うだろう。 それちょっと違うだろう、う菅さん。何自分がかっこよく上空から見てる姿を演出しちゃってんのどこまでナルシストなんだと。これはね、僕にとっては本当に悪夢でした。うわ、この政権作んのに、一役も二役も特ダネのリポーターとして買っちゃったんだ、僕は。これ僕悪夢でした。あの、岡田克也さんも江田野さんも、 別に知らない中、中じゃないんだし、この YouTube ご覧になったらですね、いくらでも抗議してきてくれていいですよ。なんで悪夢だったのかって他にも山ほど説明しますから。あの3年半以上にわたった民主党政権は、日本国民を愚弄するだけ愚弄した悪夢の時間でした。間違いないです。枝野さんがその後、デモをる時自殺者を減ったんだよ、なんて言ってたらしいですけど、その後の安倍政権の方がはるかに減ってるわ。あほか。ちゃんとね、ちゃんとやってほしいんですよね。 本当に人が苦しんでる時にかっこいい自分の顔とか撮らなくていいから本当にいやもう情けないあの2009年の民主党政権は僕は悪夢だと思っています皆さんはどんなふうにお感じになっているでしょうか長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みますお楽しみに